台湾、台北で開催された第31回 WBSCU18 ベースボールワールドカップは10日の決勝戦で日本が台湾に2 1で勝利。悲願の初優勝を飾った。首相を務めた小林隼人内野手、広陵は決戦の朝、脳震透のため出場できないことを知ったが、試合に出られなくなったのが自分でよかった、と仲間を思いやった。 動画、次々と泣き崩れる選手、疑惑の判定、2、史上最悪の審判、歓喜の胴上げで5度、空を舞った。小林の胸中は、すごく悔しかった。でも、試合に出られなくなったのが自分でよかった。本気で悔しかったんで、しまい込んでいた本音を漏らした。小林は3日の米国戦で、打球を追って橋本幸川外野手、仙台育英、と激突。 試合後に検査を受けてそのまま入院し、6日に退院していた。この日、WBSC、世界野球ソフトボール連盟から、彼の出場は認められない、との連絡があった。なんで俺なんだ、とは思いませんでした。試合に出られないと言われた時に、どうしても出たかったのは間違いないです。自分の状態としても出られる状態だった。ただ、 他の選手に悔しい思いをして欲しくなかった。世界一を取れたので、検査入院が自分で良かったです、準備万端だった。6日の退院後、ま淵ち郎監督から決勝はお前で行くと言われていた、と明かす小林はコンディションを整えて作ってきた。もう、どうしようもないんですけど、決勝で活躍できるように準備していました。 ずっと試合に出たいと思っていました。気持ちを切り替えるしかなかった。試合出場は不可能だが、ベンチ入りメンバーには登録され、ナインを鼓舞した。試合に絶対に出られないので、少しでも選手とコミュニケーションを。話す機会を得られる場所はバット引きだと思ったので、自分がその役割を選びました。フォワザチームの精神を貫いた。大会初優勝を飾ると、 自分以外の他のチームメイトがこの思いをしなくてよかった。どうやっても試合に出られないのは分かっていた。声、出し、だとか、ベンチワークだったり、小さな心がけが大きな成果につながると思って動いていました。首相としての声を徹底して、そこで貢献するしか今日はなかったので。首に下げた金メダルが小林の姿勢を照らした。